もこんにちは、しゅんじです。今日はですね、みんな大好き発掘恐竜チョコ、これはね新しいのじゃなくて、なんとミニサイズの発掘恐竜チョコが10袋入ってるのが出たんで、こちらを見ていきたいと思います。袋にこの実寸大がね載ってるんだけど、めっちゃ小さいよ、かわいい。でもちゃんといつもと同じようになんかパキパキ割れるみたいで、こんな感じで、すごいのがチョコの形は全部で16種類とかなり豊富ですね。そう、いつものが全8種類とかなんで、かなり多いですよ。で、今回もレベル1から、3まであってですね、はい、くるっと回して、見たことないのあるかな。レベル1がね、こんな感じ。ティラノサウルス、パキケファロサウルス、トリケラトプス、シーラカンス。あのね、シーラカンス横の方にね、小さいのがいたりするけど、ね、これ初めてじゃない？パキパキできるのは。で、あとアンモナイトも新しいですよね。まあ横の方にね、いましたけどね、今までね。脇役だったけど、メインできた。レベル2がですね、ティラノサウルス、プテラノドン、ステゴサウルス、パラサウロロフス、トリケラトプスにモササウルス、アンキロサウルス。これ大きいのいましたね。形もね、同じですよ。で、レベル3がですね、フタバスズキ流にベロキラプトル、ブラキオサウルス、スピノサウルスとなってますね。まあ、これもね、大きいので出てましたよね。だからレベル1が新しい、この頭だけっていうのがね新しいですね。では袋開けて、よいしょ、取り出します。あ、何これ。え、もう中分かっちゃってんのかな。これ10袋なんでね、結構少ないね。個包装こんな感じで、02番ティラノサウルスの頭が書いてあって、名前でしょ、あと恐竜のね説明書きが書いてる。太い頑丈な歯で獲物の骨まで噛み砕いていましたって書いてあって、あと他のはね、07番パラサウロロフス、全長約10メートル、生息時期が白亜紀後期、化石発掘地がアメリカ、カナダ、トサカ状の突起が、頭の後ろに長く伸びていましたって書いてますね。で、あとここに写真があって、後ろはね特になんもないですね。まあ、こんな感じ。あとね、ティラノサウルスめっちゃ被ってるやん。めっちゃ被ってるよ。はい。で、トリケラトプスとかありますね。じゃ、この袋だけはね、被らないようにね、できれば入れてほしいけど、結構被ってるね。大きい袋と比べると、はい、こんな感じのサイズ感。こう3個並べてちょうど同じぐらいか。あ、ちょっとそれでもまだ小さいぐらいの、はい、大きさになってますね。袋カットして取り出して見ていきます。まず1個目、はい、こちらはブラキオサウルスが出てきました。めちゃめちゃ可愛い。くるっとこう体をね丸めてて、ブラキオサウルスはレベル3なんだけど、この辺はね簡単です。ただここですよね、ここが難しい。これ爪楊枝が絶対いるよ。あとで1個だけちょっと割りたいと思います。で、そういつもの大きいのと大きさ比べたいと思います。はい、あおー、まさかのシークレットが出てきた。ペガサスでしたっけ、めっちゃかっこいいね。で、こちらと、はい、大きさ比べると、あ、4分の1ぐらい、これ大きさ的には。まあもうちょっと大きいか、まあそれぐらいのサイズになってますね。うん、めっちゃ小さい。はい、続いて2袋目はですね、こちらレベル、3ですね、3のベロキラプトルが出てきました。後ろ気にしてるベロキラプトルで、鍵爪がねあってね、かっこいいですよ。これ躍動感あるね、これ形になってる。3個目はですね、アンモナイトが出てきた。これ正直、ラインナップ全16種類の中では、もう、人気で言うと下の方ですよね。出て欲しくないやつですよね。まあ可愛いですけどね。4袋目は、パキケファロサウルスです。これはね、レベル1ですね。あ、確かにパキパキしやすいよね。で、特徴的なこの頭の上のところね、つるんとしてて、可愛らしい形になってる。もうパッと見て、これパキケファロサウルスって分かる形にちゃんとなってます。5袋目見ていきます。5袋目はレベル2のトリケラトプスが出てきました。がっちりとした体にフリル、そして3本の角もしっかり
かりこう生えてますね。前半戦5袋開封した結果がこちらとなっててですね、被ってません。素晴らしい。今のところ素晴らしい結果が出てます。6袋目見ていきます。こちらはですね、レベル2のみんなが大好きな肉食恐竜、ティラノサウルスになります。口ガバッと開けてね、ね、吠えてるようなね、形になってて、かっこいい。でね、ちゃんと前足2本の指になってますよ。7袋目は、レベル3の僕の大好きなスピノサウルスが出てきました。背中にこうね、特徴的な穂があって、この穂の形は、アニアのスピノサウルスの穂とめっちゃ似ている。かっこいいね。8袋目はですね、かぶったついにかぶった。さっき出たばっかじゃん。違うのが良かったね。はい、またまたスピノサウルスが出ました。9袋目は、こちらは、レベルが2かな?レベル2のモササウルスが出てきた。かっこいい。なんかね、このサイズめっちゃこう小さいんだけど、いいね。この小さいのもモササウルスはね、かっこいい、かっこいいね。最後10袋目はですね、じゃじゃーん!レベル1のシーラカンスが出てきました。アンモナイトもそうだけど、このね、袋でしかゲットできないやつだから嬉しい。こんな感じですって。これレベル1なんで、あ、パキパキしやすいですね。10袋開封してスピノサウルスが被っただけで、あと被らなかった。結構いい成績のような気がする。っていうかね、ラインナップが16種類なんで、あんまり被らないのかもしれませんね。で、新しい、このね、アンモナイトと、あと、シーラカンスも出て、頭のみの、このパキケファロサウルス。かわいいですね。レベル1の5種類は、この袋詰めタイプでしかゲットできない形になってるから、やっぱり出てほしいですよね。で、残りは、こう、大きいのでね、こう出てるラインナップになってるから、まあ嬉しいんだけど、すごい可愛らしいサイズになってるんで、またよかったらぜひ通常の大きいのとね、見比べて、こうパキパキね、遊んでみてください。では最後にですね、レベル3のスピノサウルスをパキパキしたいと思います。あ、割りやすい。小さいからちょっと割りにくいかなって思ったけど、割りやすいね。ただ、この広いところは割りやすいんだけど、ここね、この小さ、笑っちゃってごめんなさい。これね、あ、この辺がね、やっぱね、難しいね。はい、ここ、ここ、硬い。あ、割れた、割れたよ。爪楊枝使ってないけど割れた。で、あと、あったかくなってきたんで、すぐ溶けるんでね。その辺だけは気をつけてください。ベタベタになっちゃうよ。指ね。途中体パキッとこう割れるかなって思ってたんだけど、意外とちょっと綺麗にね。綺麗に、発掘できちゃいました。はい、ということでね、皆さんもよかったらぜひ、ミニサイズの発掘恐竜チョコで、ね、遊んでみてください。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらコメント、評価の方もよろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。